トミーズファミリーの妻です。占いにはいろいろな種類がありますが、個人的には動物占いを見ると割と的を得ているかなという印象だと思っていますので、今回はゆずくんを見てみました。前回のゆずくんの動画では皆様からいろいろなご意見やご指摘をいただき、大変勉強になりました。ゆずくんの生年月日は1994年12月の7日で、動物占いではコアラです。このコアラの方々の特徴ですが、社交家で人を喜ばすことが好きで周りを楽しませてくれる人、ゆとりのある時間が必要だが充電後にはサービス精神旺盛全開、楽しいことが好き、しかし策略家で合理的に損得勘定ができる二面性を持つ性格、嫌いな人でも割り切ると上手に付き合える、最悪のケースを常に考えている慎重派、つまり見た目と中身の違ったユニークな方々という印象ですよね。2024年は家族や親しい友人との関係を大切にして平和な時間を過ごすといいそうです。ゆずくんはコアラの中でもフットワークの軽いコアラ、行動のコアラ、オレンジのコアラというように言われているグループの方々です。この方たちの特徴は気さくで愛嬌があり、穏やかな人なので話しかけやすい、そして言っていいことと悪いことはちゃんとわきまえていて、本音と建前もいい意味で使い分けられる人、対人関係に恵まれていて相手が誰であれおしゃべりが弾む人で周りを楽しませてあげられる人、また笑顔がよく似合いユーモアがある人、人付き合いにおいては初対面での印象を大切にしており、その時点で気に入った相手にはとことんまで親切に接しようとするタイプ、人を喜ばせることが大好きな人たちなんですね。盛り上げ役を買って出ることが多く、サプライズも好き、助けを求められない人の苦悩に敏感に反応し寄り添うことも得意、とても人間関係を大切にする優しい人たちなんですよね。繊細だが気性が激しい部分があり、気が強くて挫折にも強い、慎重で用心深いので本心を明かさない秘密主義、とてもフレンドリーだけど見かけと違って内に秘めている部分が多い人ってことでしょうかね。芸術的なセンスが抜群で直感が優れていて、じっとしているのがもったいないと思いテキパキと行動する。ゆずくんがスケートをするときには音楽の一つ一つの音に合わせて振り付けをしているというような解説を聞いたことがあります。音を聞いて直感でどんな振り付けにしたらいいかを天才的に考えるっていうことでしょうかね。小さな頃から自分の将来を明確に描き、その実現のために先を見通す計画性もあり、一度決めた目標には着実に達成する。このあたりはまさにゆずくんらしくないですか。先を急ぐわけではなく長い目で見て物事を達成しようとする、描いたプロセスから外れることはまずなく、困難に出会っても根気強く歩み続ける人、一つずつ確実にこなしていくので周りはみんな信頼を寄せている。ゆずくんのスケートに安心感を感じるのは彼のそういった姿勢のせいかもしれませんよね。また計画性があるだけではなく、物事の本質を見極めて先々を直感的に見極める能力がある、そしてその上バイタリティもある、想像力豊かで独自の路線を歩む姿勢を持つため、どこか浮世離れした雰囲気もある。浮世離れ、このあたりもちょっとゆずくんらしさを感じませんか。金銭感覚があり、無駄遣いしないためにお金を貯めて大きな買い物をする、他人からの評価を気にしない面もある。ゆずくんは自分の中のゴールがきちんとできていて、それに向かって日々精進している感じがしますよね。刺激のある生活が好き、斬新なアイデアは十分にリラックスした上で生まれる、
音楽関係や芸能人に向いている、つまりカリスマ性がある人たちなんですよね。恋愛面ですが、ロマンチスト、赤い糸を信じていて運命的な出会いがあると考えるタイプ、アプローチしてきた女性に即 OK を出すような軽い付き合いせずに心のつながりをとても大事にするタイプ、女性から自分に尽くしてくれそうとか、いつもそばにいてあげたいと思われ告白されることが多い。だからこのグループの方々はモテモテなんでしょうかね。このグループの方々にとって特に魅力的に映るのは、しっかりとした自分の考えを持っている異性、周りの雰囲気や噂に流されず自分なりの考えを大切にしている相手となら、恋人としてお互いが自立した関係性を築けれると考えているようです。恋愛感もしっかりした人ということになりますよね。好きになった相手にはとことんまで情熱を傾け、積極的に距離を縮めようとする。異性との付き合い方や結婚などもきちんと考え抜かれた計画に沿って進めていく。自分自身の普段の忙しい生活からパートナーとのリラックスタイムを重要視する。また結婚して子供を授かると枠にとらわれない自由な子育てをしたい人。確かにそんなイメージはありますよね。仕事に関しては興味があるものに対して人とは違う目線で斬新なアイデアをどんどん考える。学問、芸術などの分野では力が発揮できる。またまとめ役としても力が発揮できる。現実主義を生きていく上では重要なスキル、つまりお金の面をきちんと考慮した上で選択する。要するにいろいろな側面をきちんと考えることのできる人ということなんですよね。このコアラのグループの方々の人生のテーマとしては、理想の実現に向かって一直線に長期的な目線で着実に進んでいき、成功をつかみたいと思っている。何よりも自分の気持ちを大切にする。そして描いた夢を夢で終わらせないように、堅実かつ打算的に自分の人生を作り上げていくことができる。自己管理には非常に厳しく、ひょうひょうとしていても意外と神経質で、いつも緊張の糸を張り詰めています。このあたりまさにそんな感じがしませんか。物事を判断するときには、まず本当かどうか、裏がないかを疑ってかかる用心深さがあるので、大失敗することはない。この世のものにはすべて裏があると思っているだけに、それを自分で確かめるまでは信じきれないタイプ。子供の頃から厳しいスケートの世界で生きてきているからこそ、ゆずくんはいろいろと経験して世の中の厳しさを十分に理解してるってことなんでしょうね。掲げた目標を5年から10年のスパンで計画を立ててスマートに実現していくことが使命と言えるんだそうです。ゆずくんには前人未到の目標を実現する力が備わっているということになりますよね。今回は動物占いを通してゆずくんを見てみました。あくまでも占いなのですが、なんとなくゆずくんらしい結果が出ているなという印象です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご意見やご感想がありましたらコメントにお残しください。もしこの動画が気に入ってくださったな、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。